ってりとか考えず愚直にやっていきます。くそー、どうも、あ、どうもガムタイラケンです。というわけで今回はマツケンサンバのガムティッシュを作っていきたいと思います。この浴衣、これはですね、前にハタヨークが出てきましたので、ハタヨークの衣装として買いました。2000円ぐらいです。くー、相変わらず骨組みの材料が一番高いという現状でございますけど、そして今回おめでたいことでございます、ガムテ柱届いております。ありがとうございます。おかげさまで3本目を建造することに成功しました。ありがたいですね。チャンネルの成長とともにこのガムテ柱もどんどん増えていくし、いっぱい作らなきゃいけない期間には減ってくしっていう、まあまあややこしいんですけどもね、ぜひですね、冠婚葬祭の場合にはですね、こちら皆さんから送っていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。今回は強さなら任せろ、寺岡製作所のガムテープです。いいですね。いきますよ。ほらね。まあ浴衣はもう真剣勝負ですね。下からどんどん貼っていきます。で、前回言ってなかった、なんで下から貼っていくかっていうことを一応言及しておこうと思うんですけど、これ下から貼っていくとね、言ってみればできた時には上からこう、なんでしょう、上のガムテープが上に乗るわけですね。だからこう、鱗ができてくるわけです。この方が綺麗なんですよ。上がねピラってなっちゃうとね、ちょっと耐久度的に良くないですね。まあ言ってみれば重力でペラってなる可能性があるということで、下から貼っていくのが正解です。寺岡さんのガムテープはこうなったらもう無理無理。どこら辺のガムテープならね復帰できますけど、寺岡さんのはもう無理です。ねじって遊びましょう。すごいんですよ、だってエリとか考えず愚直に貼っていきます。半分終わった。きらびやかですね。これは金じゃないから心配だったんですけど、心配なさそうです。ラストスパート、ダッダッダッ、おーれーおーれー、マツケンサンバ、おーれー、あ、危険だ。なくなっちゃった。これがガムテープ全部使った面積ですね。わかりやすい。寺岡、あいつはもういなくなってしまったので、寺岡と同格の強さを誇る日バーなんだよな、やら。あ、違う、これニュークラフトテープだ。僕が大嫌いなクラフトテープだ。視聴者さんが送ってくれたんですけどね、僕はクラフトテープは使いません、残念ながら。歩きながら喋んなって言いたいんですか。そうなるとここから抜かないといけないか。ちょっと心配ですが、強さは少し劣る、バランスタイプの毛布でいきたいと思います。頼むよ。ここから音変わります。切る時の音はこっちの方がさっぱりしてていいですね。指紋ないよ。タイムは41分。スーツよりも早い。お手軽です。 This is Japanese。
すごいですね。でかー、なんかでかー、でかくなってんのすごい。結構隠れんな、もったいな。よし、お、あ、いいですね、絞ればできた。いいです、あ